中なんですけど、まあともこさんコラボ申請してくださいましたので、はい、ともこさんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。はいはい、皆さんちょっとまだすいません、歌の途中でしたが、はい、石丸ともこさんも入ってくださいました。はい、今夜のゲストは、大丈夫ですか。歌がプツプツしてましたか。そう、なるほど、すいません、ごめんなさい。今夜のゲストはですね、野草界の女優さんですね、舞台恵みへの誓いで長く横田早紀江さん役を演じてらっしゃいます、石村めぐみさん、あ、めぐみさんじゃ、石村智子さんに、はい、ゲストに来てくださいました。ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、皆さんちょっと音声チェックを。お声の方はどうでしょうか。ハウリングとかないですか。大丈夫ですか。はい、OK ですと。ありがとうございます。はい、こんばんは。ありがとうございます。今ね、これ多分、まだ第一章の時の、そうですかね。画面は見えますか、ともこさん。あ、ごめんなさい、画面は見えないですね、今。あ、見えないですか、ごめんなさい、ちっちゃいですもんね。このちっちゃい方が私とはこう反対してまして、はい。あ、見えました。皆さん、あ、見えますか、ごめんなさい、小さくて。はい、皆さんには大きく見えてるんですけど、はい、素敵なお声でしょう。ねえ、ありがとうございます。はい、だって、ともこさんね、もともとアナウンサーだったと。はい。はい、ラジオなんですけれど、はい、もうラジオが大好きで、卒業後はラジオ局に勤めていました。あ、なので、そうなんですね。久々のこう生放送ということで、あ、なるほど、ワクワクしてます。はい、ありがとうございます。はい、でもね、野草界のやってらっしゃいますよね。何でしたっけ、ラジオシアター。そうなんです、はい、はい、ここ 1,2 年、FM 世田谷というところで日本の神話ですとか、はい、まあ、ちょっと泣けるこう地方に伝わるいろいろなこう民話ですとかの番組を、そうですよね、はい、はい、まあ、語り部をやっています。あ、そうですよね、語り部されてるんですよね。はい、何回か聞かせていただいたことあるんですけど、やっぱりお上手ですね。はい、いや、楽しいですよ。知らないお話もいっぱい出てきましたし。あ、なるほど。はい。その頃に確か祖父や祖母に聞いた話とかも本当に懐かしく、あ、なるほど、こういうのをもっと若い方に伝えていけたらなと思って、はい、そうですよね。その時の
収録の様子のお写真ですかね。ちょっとだけ、こんな感じでしょうか。これは小さくなってしまうと思うんですけど、合ってますか。こんな感じで、はい、収録されてるんですね。はい、はい、監督も横にいらして、はい、はい、メインにとも子さんお座りになられて監督はほとんど声は出すことはないですか。その日本の昔話を芝居仕立てで、ドラマとして放送した後に、作演する信志翔なので、はい、その解説ですとか、はい、そうですね、はい、ようにして出てもらってはしています。はい、はい、ありがとうございます。皆さん金曜日の、はい、夜の11時からでしたっけ。そうですね、今ちょっとこう、そうですね、9月、あれちょっと待ってくださいね、今はちょっとお休み中で、はい、10月からまた新しい、またスタートということで、怖い感じのこう階段のような、あ、怖い感じの、はい、始めて、あ、なるほど、今ちょうど収録中です。あ、なるほど、そうですか。じゃあ楽しみにしておきます。はい、はい、まあやっぱり8月は今はもう今追い込みですね。野草会はリア王ですよね。そうですね、これは野草会というよりは、はい、演出の信志翔さんが外部演出ということで、外部演出なんですか、はい、三越劇場で上演されるの、はい、稽古に参加している演出していますので。あ、そういうことですね、はい、はい、なんかもう今日も衣装合わせとなんか夜通しの練習ということで本当にお忙しいようで、なんか夏はたまたまなんでしょうけど、はい、夏に重なりますね、なんとなく。あ、そうなんですね、なるほど、わかりました。皆さんよかったらですね、この先をご紹介した今の画面のですね、野草会ラジオシアターのこの日本の神話っていうのは、ドラマ CD も発売されております。そうですね、5月に発売されました、はい、もしよかったら、はい、お買い求めください。よろしくお願いします。画面を、はい、海外の方にね、とっても好評で、どこでも聞けるんですね、今 FM って。ちょっと声が、すいません、途切れました。もしもし。あ、大丈夫です、はい、海外でもその FM 放送聞けるので、海外に住む日本の方がとてもこう日本語にが懐かしいと言って聞いてくださってるみたいです。あ、なるほど、そうですか。やっぱりでもね、こうやって CD だったら車の中でね、子供さんに聞かせてあげたりとかもできますしね。はい、石村お姉さんの声が少し張っていらっしゃるっていうコメントがあるんですけど、とも子さんすいません、もう少しだけ、はい、スマホの音量をちょっとだけ下げていただけると、はい、半分も下げなくてもいいです。それぐらいでどうでしょうか、はい、皆さんこれぐらいでハウリングが良くなりましたでしょうかね。素敵なお声でしょ、本当にね、えよりこさん、あ、大丈夫ですと、あ、はい、後で、はい、さきえさんのセリフなんかも、はい、ちょっとお話ししていただいたりとかしたいと思います。はい、本当にね、綺麗なお声ですよね、やっぱりね、元アナウンサーということでね、またどうしてまたこんな最初からちょっとぶしつけなんですけど、はい、どうしてアナウンサーの世界からお芝居の方に変わられようと思ったんですか。本当に偶然なんですけれども、ずっと私は、はい、ラジオ局では医学番組の担当だったんですね。それで毎週、あ、なるほど、はい、例えばお年寄り向けとかサラリーマン向けとか年代別の、その医学番組、本当に短いんですけれども、例えば、はい、お年寄り向けだったら長生きの医学とか、あとサラリーマン向けだったら健康談義とかっていう番組で、お医者様との対談がほとんどの仕事だったんですが、はい、なるほど、はい、昔の盛り場探訪という番組を初めて担当させてもらった時に、はい、中で、はい、もちろんそれはいろいろな昔の盛り場、柴又ですとか、こうロケ行くんです、ラジオなんですけれど。あ、なるほど、ロケに収録行くんですね、はい、そうなんです、はい、この町の方のお話を伺ったり、はい、おすすめのお店を紹介したりっていう番組だったんですけれども、その中でその地方に伝わるやはりお話を朗読する機会がありまして、
あ、なるほど、そうですか、はい、じゃあそこはなんかこう芝居仕立てに、はい、なるほど、全然また違うものなので、うんうんうん、セリフですもんね、はい、習うことに、まあ、なんて言うんでしょう、教えていただくことになったのが今の主催の信志翔が講師で、はい、そうなんですか、それがあのご主人の出会いですか、はい、はい、なるほど、そうでしたか、あ、そういうことですね、よかったですね、監督こんな美しい方とそこで出会えていやそうか、別にしたばかりだったんですけれども、はい、いろんなところで演劇指導をしていたんですね、でそれのなるほど、はいはい、生徒ですね、私は、なるほど、そうですか、そういうことでしたか、なるほど、その頃から、監督っておひげ生えてて、ま、生えてましたか、もう何十年も前から、ね、あったんですか髪の毛もありましたし、はい、いやいやいや、そんな怒られますいや、ダンディーでね、渋いじゃないですか、本当に素敵じゃないですか、上が薄くなった分、はい、多分ひげの方に移行したんだと思いますけど、え、じゃあ若い時は口ひげなかったんですね、全然なかったです、そうなんですか、はい、もうなんかトレードマークのようでかっこいいですけどね本当にもう声も渋いですし2回ぐらいお話しさせていただいて お会いできたんですけど、はい、本当に何て言うんですかね、こう演劇に対する熱意の本当に熱い方ですね、そうですね、うん、ね、本当にまあ、そこにちゃんと何て言うんですか、愛国心があって、うん、日本の良さとか日本の伝統とか、うん、日本の古き良きものをどう伝えていくかとかどう守っていくかということを本当に真剣に考えてらっしゃる、ね、素晴らしい監督ですね、本当に尊敬いたします、そんな通りになると思うんですけれども、まあ、私たち、はい、まあ、監督は、まあ、シナリオを書いたり作品を選んで演出したり、まあはい、ラジオもそういう企画を立てたりという、うん、自分たちにできることで参加するしかないよねっていうのが、ね、私たちが政治家であるわけでもないし、はい、なんかこう教育者でもないしっていうところで、まあ、できることを身近なところからっていうスタンスなんですけれど、本当にこういうね、舞台人の方が芸能関係の方でこういうふうに保守的なことをしていただけるって本当にありがたいですし、監督が最初にツイキャスのゲストで出てくださった時もいろんなお話聞かせていただきましたけど、やっぱりちょっと左巻きの方がどうやら多い世界ですね、まあ、9割9分そうじゃないでしょうか、はい、あ、もうそれぐらい多いですか、はい、なるほど、特に始めた頃はそうですね、その後、まあ、だんだんお仲間もできてきましたけれども、でもやっぱり圧倒的に、はい、圧倒的に、はい、向こう側の方が多いと思います、多いんですね、なるほど、そうですか、智子さんが、うん、もちろん恵みへの誓いのお話も聞きたいんですけれども、うん、石原慎太郎さんの、はい、書かれた本の、はい、そうです、そうです、はい、そちらの方も、もう準主役ですよね、もうほとんど主演ですよね、はい、鳥山とめさん、ね、いう方、実在の方ですね、はい、最初に石原先生が映画で書いたものを映画でやられたんですけれども、安国会はもうぜひこれを舞台にしたいって、はい、できれば靖国神社でやりたいっていうはい、で、まあ、いろいろな方、当時の正論の編集長の上島さんですとか、ね、上島さんとかね、村慎吾さんとか、はい、本当にいろんな方にご協力いただいて、演劇としては靖国神社で初めて野外劇、奉納野外劇ができたんですね、そうです、そうです、はい、はい、まあ、上島さんの時にもちょうどその話も聞きましたが、はい、その時ね、うん、今思い出したら監督が、うん、ホタルが飛ぶ時期じゃなかったのに、たくさんの人がホタルを見たって、私は見てないんですが、
あの、はい、っていう話をされたと思う、はい、で残念ながら私も見てないんですけれど、タモコさんもご覧になってない、はい、ほとんどの方が、はい、普通にいたでしょっていたでしょって皆さんおっしゃるから、いや舞台の上からだとわからないんですけれど客席を飛んだみたいです、はい、それがね、うん、もう絶対ホテルの飛んでいない時期なんですよ ね、 あの場所的にも ね、 ねあの宮司さんたち、そうです、あの奥に池があるけど、うん、はい、あのね、アネスクリの方もここにホテルはいませんっていうことだったのに、うん、それもね、ホテルはじゃないらしかったです。え、そうなんですか、はい、そうなんですか、私もね残念なんですけど、ただあの見えはしませんでしたけれど、もう何回か靖国神社 の、はい、あの境内でお芝居してるんですけれども、はい、何かのとっても良いね、あの木がいっぱいあります、木って樹木じゃなくて、あの木も樹木が、はい、あの、はい、ものすごいパワーを感じる場所なんです。いや、わかります。で、ね、またこの特攻の方でのお芝居じゃないですか、はい、でね、靖国にねたくさんの方祀られてますけれども、うん、そうですよね、御霊がねお祭りになったんじゃないかなと、私もあの英霊の方も舞台を見に来られたんじゃないかなと、うん、毎回でそれは感じますね、あのね、不思議じゃないですか、うん、あまりにも、だからそれは皆さん蛍っていう表現をされたけれど、はい、それは魂の光だったのかなと、たくさんの方の目撃があるので、そうなんです、ね、たった一人だけが ご覧になったとかじゃないくて、はい、何回もあるっていうことを監督がゲストに出てくださった時にお話しされてました、うん、私の家族も、ね、見てましたし、あ、そうなんですか、わざと飛ばしたのっておっしゃる方もいますし、いや、そういうことでもないですまさかね、まさかね、あ、じゃあ監督と、はい、トモコさんはご覧になれなかったんですね、はい、残念なことに、残念なことにバタバタしてましたから、そうですか、あ、そうですか、はい、もうバタバタとね、お迎えする方の立場ですからね、はい、そうですか、あの、いやね、不思議な話だけどすごくいいお話でしょう、うん、あの8月だったんですよね、これね、8月の頭でちょうどそうですね、お盆のちょっと前ぐらいでしたね、はい、ね、なんか雨も降り出したけど、うん、なんかそこだけ柔らかい雨になっていくような感じがしたとか、いろんな声があるんですよね、ありますね、ね、まあ、だからいつ行ってもやっぱりそこではなんか癒される何かしらがありますね、うん、いや、わかりますよ、本当になんかもう手を合わせると、うん、あのただただひたすら先人のあのお礼だというふうに今生かされてるのはということで、うん、もう感謝の気持ちでいっぱいになる場所ですもんね、うん、本当にあの分かります、あ、そうですか、なんかあのこういうねお芝居も野草会ではされてます、はい、で、あのね、いや、もう素晴らしいなと思って、またこういう靖国での舞台とかいうことは舞台ですね、予定は、はい、ぜひ本当はね毎年8月にやりたいねっていう話は出るんですけれども、やっぱり野外劇、はい、ものすごく制約があるんです、準備が大変でしょう、準備はね、まあ、もちろん大変なんですけど、ね、はい、お天気にね左右されるんですね、あ、そっか、台風の時期ですね、そのね前のもうあと 4,5 年前にやった時はやはり始まる前にものすごい雷で、そうすると照明とかのイントレっていうのを組むんですけれども、全部あの鉄骨なので、はい、照明さんのが命の危険にさらされてしまうんですね、危ないですね、本当に落ちたらね、はい、境内の違うところとか近くにも落雷したりしてましたので、あ、これもうそんなに近づいてましたか、これは中止だなって言ってたらば、はい、ちょうどその時石原慎太郎さんが見にいらしてたんですけれども、はい、本番15分前ぐらいにねカラッと上がったんですね、その大雨が、いや、不思議ですね、本当にできた、なんか一度もねできなかったことっていうのがないんです、あのもちろん気はもういますけれど、何かにやっぱり、うん、守られてるのかなと思いますよね、うん、いや、あのね、やっぱりたくさんの方が祀られてるだけじゃなくて、たくさんの方がそこにあの感謝の気持ちとか、うん、ね、いろんなものが交差する場所だと思うんですよ、そうですね、お父さんに会いに行くとかですね、うん、しかもね、まだお母さんのお腹の中にいたままで会えなかったお父さんに会いに行ける場所だったり、うん、お兄さんに会いに行ける場所だったり、
ね、あのおじいちゃんに会いに行ける場所だったり、見たことないご先祖に会いに行ける場所だったり、でそういう皆さんの思いがたくさん集まってる場所なので、はい、今年もあの御霊祭り、あの不思議なことが、あの娘を連れて行った、はい、毎年大体御霊は行くんですけれど、行かれましたか、はい、はい、あの出店とかはもうなくなってしまったんですけどね、ここ2年ぐらい、はい、そうみたいですね。一時期のようにその若者がものすごく押しかけるという雰囲気ではないながらもね、はい、とってもたくさんの方がいらしていて、ね、はい、もうただこの方たちは純粋にお参りに来てらっしゃるんだなと思うと、ああ捨てたもんじゃないなってちょっと安心しました。いや本当にそうです、ありがとうございます。あのね、あの先ほど智子さんが、まあ、演劇界ではもう9割9分左巻きの方が多いっておっしゃってたんですけど、ちょうどこの映画が、あ、この舞台が映画化された時に、はい、そういうなんかエピソードがありましたね。覚えてらっしゃいますか？俺は君のために、覚えてらっしゃいます？分かんないです。はい、はい、これね、同時上映がねパッチギだったんですよ。わ、井筒監督の、はい、同時上映、ね、ちょうど、そうです、そうです。なんかそれでね、あのなんか文句つけたりとかして、見てもないのにね、右翼的な映画だみたいなことをね、はい、あ、ちょっと石村さんの音声ボリュームを大きくしてくれたら、あ、今大きくなりました。はい、マイクの方をちょっと近づけてみてください、はい、ありがとうございます。はい、大きくなりました。はい、ね、だから本当はそういう演劇界でも、できたらね、なんていうんですかね、別に日本はまあね、侵略戦争っていう方もいらっしゃいますけど、そういう側面だけではない、まあ私ははっきり言って侵略と思ってないんですが、はい、はい、私もそうです。ね、いやだから徳和の方に配慮するばかりじゃなく、本当の、真実っていう部分もちゃんとね、演劇界の方でにはスポットライト当てていただいて、野伏翔監督のように本当はもっと広げていただきたいなと思うんですけど。そうですね、こういうことを始める前はまさか、なんていうのかな、少なくとも五分五分かなとは思っていたんですけれど、はい、逆にあまりに、智子さん自身も、はい、はい、こんななの今の日本はっていうのが改めてびっくりしましたね。私父がね、ちょうど戦争、はい、ギリギリ戦争に学徒動員で行った時代なの で、はい、やっぱり父や母の影響って大きいと思うんですけれども、まあ、もう今となっては数少ない戦争体験者の年寄りの一人がすごく身近にいるものですから、はい、当然のようにその侵略だとかそういうことではなく、うん、まあ、学生だった父が神宮で行進して、まあ、出て行ったとか、それからその後たまたまなんですけれども、はい、シベリアに抑留されたりしてたので、はい、とても身近にそういう話を聞いていたので、なるほどね、その、はい、侵略だとか靖国は怖いとか、はい、洗脳されてるとかっていうことの方が、ね、的なとかね、不思議ですね、はい、なるほど、そうですか、まあ、よかったですって言ったらいいんですけど、まあまあ、まっすぐね、そう、いや、どうしても演劇界の方は日本のこう自虐史観とか、東京裁判史観みたいなところがあるんですが、ね、この芝居も「俺は君のためにこそしに行く」と、特攻隊の方のね、お話でしたけども、これもね、本当に何も別に思想的なことは、ね、軍国的なことじゃなくて、本当にあった、ね、今九州から飛び立ってきた、そうです、あの特攻隊員たちと若い、ね、青年の方々が、はい、そこで一覧で飛び立っていった方々が生活している、まあ、私が演じた豊山留さん家族の、はい、との交流とかを描いた、はい、そうですよね、交流のお話ですよね、はい、はい、右も左もなく、あ、私たちの祖先ってこういうことがあったんだなっていう、素直な気持ちで見ていただければ一番ありがたいんですけど、そうですよね、はい、わかります。
でもこういうお芝居を、ま、この野草会が主催してするときに、はい、結構反発があったってことですか。反発というか最初はやっぱりね、はい、あの私はあの、ま、ちょっと危ないなっていうのはありますよね。あのなんて言うんでしょう、とてもヒステリックな方たちってネットとかでもいますよね、はい、なんか主人なんかがその、はい、主催者としてそれまでお付き合いになった方たちからいろいろ言われたりとかはありましたし、あ、まあ、もう友達辞めるとかそういうのもあの最初の頃ありましたね。いやなんかね、そうですそうです、はい、なんかね監督から聞きました。なんか、なんか演劇、演劇じゃないです、映画のなんか、すいません組合じゃないですけどそういうところやめましたとかっておっしゃってましたね。特にそういう大きい、はい、大きい団体は皆さんなんて言うでしょう、中共のまあ、うん、文化交流と言って何の文化かよくわからないですけど、はい、そういうことの方に力を入れてる団体なので、はいはい、まあ、忖度というんですかもうあるんでしょうし、うん、でもだから逆にそれの後にずっと残って、まあ、野草会であのそういう特攻隊の話とかめぐみへの誓いとかで、はい、ずっと一緒に今動いてる仲間たちっていうのはあの、はい、そういうのを経てきたのでとても信頼できる仲間たちがいっぱい周りに、はい、います。はい、ありがとうございます。いや素晴らしいね、あの本当に劇団なので皆さん野草会さんをあの応援しましょうね。ラジオシアターもぜひあの毎週、9月からまた再開、10月からでしたっけ、10月からだったと思います。はい、10月から再開されるそうです。はい、ぜひ、はい、あの11時から FM 世田谷といっても15分ですね。はい、あの今ね、はい、ネットで聞けるんですね、そこの FM 世田谷のそうなんですよ、ホームページから、はい、ホームページのところからポンと押していただくと、はい、あの聞けますので、はい、あのスマホとかパソコンで聞けますので、うん、ぜひ皆さんあの野草会さん の,、ね、あのラジオシアターも聞いてください、はい、あのぜひお願いします。はい、はい、それではあの、ね、もう間もなくになりますけれども来月からあの 巡ってくださいます、あの恵みへの誓い奪還ですね、はい、9月の7日からスタートします。そうですね、板橋から始まります。はい、はい、あのこれ、そうですね、あの一番最初の第一章の時からちょっと振り返ってお話をお聞きしたいんですけれども、はい、一番最初は、ね、はい、あのこの2012年の、はい、確か1月だったかな、あの初めの頃に新宿のサザンシアターというところで野草会 の,、はい、あの制作で公演を行ったんです。これはもう野伏翔が書き下ろして、ね、まあ、もちろんいろいろな参考文献をもとに、はい、あの書いて、はい、やあの上演した時にすごいやっぱり、まあ、良くも悪くも賛否こう両論ありながらも話題になったんですね。です、はい、やっぱり初めてだったのでその拉致問題というものがのあるのはみんな知っていたけれども、はいはい、この辺りに、あ、こうやってさらわれたんだとか、あ、こうやってそうなんです、家族の方が一生懸命探してるんだとかいうのを、うん、あのそうですね、初めて見た、もちろん見た方たちもばかりだったので、はい、わかります。見た人はもう腰が抜いたぐらい驚いたって全然知らない方がいっぱいいたので本当にあの腰が抜けますよ。これ皆さん 見たらあの目の前であのもちろん頭の中で知識として知ってることが目の前で再現されるわけです。もちろん舞台なので演じてらっしゃるんですが、もうそのめぐみさんが襲われるシーンからあの政治犯収容所のシーンからたくさんありますが、本当に拉致問題っていうのはこれほどひどい人権侵害かということを胸に突き刺さるようにね、本当、いや今玲子さんが切なくて切なくてと書かれましたが、あの見に行かれる方ぜひあのタオルを持って行ってください。もうタオルがねもうぐっしょり濡れるぐらい涙なしでは見れないと思います。で、あの
これは許してはいけないと、うん、本当にあの心の底から怒りとですね、もう絶対にこれは取り戻さなきゃいけないというあの活動のまでまた原動力にもなりますので、はい、ぜひぜひ必ずあの皆さんこのね恵みへの誓いこれから、うん、座奏会が全国回りますので、はい、今から丁寧にご説明もさせていただきます。はい、この恵みへの誓いのこの舞台を最初にやろうっていうふうにおっしゃったというか、それはやっぱり監督が、そうですね、野口翔監督が、はい、もうずいぶん前から小泉さんが訪朝する前から、はい、ずっと興味というか関心があって、いろんな文献読んだり石田さんの、本を読んだりして、あ、はい、本当に初期ですね、はい、もう一生懸命一生懸命こう練りに練って、はい、で5人の方が帰っていらして、それでもまだ動かないというところで、はい、もうこれはじっとはしてちゃいけないよねっていうんで、よしっていう感じで公にした作品なんです。ああ、なるほど。いや、もう何よりです、そうやっておっしゃっていただけたら本当にね、冒頭でそうですね、野口監督は必ず舞台でご挨拶もされます。はい、そこからまたね、いろいろ皆さん感じて、そこからまた舞台が始まってですね、最後見終わる頃にはもう見る前と見た後の観客の方のお顔を見てください。本当に皆さん表情も変わられてます。で、この舞台の公演を、はい、主催をちゃんと、なんていうんですかね、公演を行った地域の役所の方の動きが変わると聞いてます。はい。はい。本当はもっとね、もっといろいろな都市でやりたいんですけれども、ぜひ本当はね、はい。はい。はい、本当たくさんのところでね。久しぶりに戻ってきたっていうか、はい、2年ぐらい前に池袋の芸術劇場でやって、その後、はい、自民党の本部で、まあ、それは議員さんたちが見てくださったのが東京公演の最後 で、はい、その後は地方を回っていたので、はい、久しぶりの島内なんです、はい、なので近郊の方はぜひ、はい、今度いつ戻ってこられるかわからないので、ぜひぜひ板橋まで、そうですね、いらしていただけたらなと、はい、近隣の方必ずぜひ行ってくださいね。東京都のホームページからも、はい、野草会の応募でも、はい、はい、メールでもお問い合わせできますので、はい、拉致対策本部のホームページにも書かれてます。はい、はい、もう今申し込まないと多分いっぱいになってしまうんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今ちょうど、はい、募集中らしいので、はい、ぜひお願いします。そうですね、はい、ぜひ、9月7日がちょっと予定の方一回最初に出しておきましょうか。はい、はい、東京都板橋区が9月7日ですね。はい、はい、ちょっと見えますか。はい、それから次は10月5日が佐賀県の伊万里になります。うん、はい、でそれから10月もう一回最後に31日に広島県ですね。はい、はい、この辺はまだ募集してない、募集というか始まってないと思いますが、そうですね、いつからなのか、やっぱり1ヶ月ぐらい前からですね、はい、そうですね、はい、スタートしてますので、ぜひ近くのところを皆さん押さえてでですね、はい、次11月22日が秋田県横手市で、12月の1日が福井県小浜市で、12月21日もう年末になりますが、宮城県多賀城市ですかね。はい、で2018年になります、沖縄県宜野湾市で2月10日に、それが、まあ、今期の公演スケジュールになっております。はい、ぜひね、皆さん、なるべく、またこの、そうですね、このツイキャスでも追って、何度か、ご紹介、ご案内したいと思います。うん、ぜひ、ね、
よろしくお願いします。日にちをチェックしてくださって、うん、はい、秋田県ね、3年連続なんですね。もういいですね。秋田の方は沖縄も本当に熱心に呼んでくださって、はい、ね、はい、うん、皆さんすごい結束力 で、ね、羨ましいですよね、うん、で沖縄も去年も、はい、団体とかもあるとは思うんですけれども、それを押し切って交渉してくださって、いやいや、もう本当にありがたいですね。はい、だからあの皆さんね、そうです、今ね書かれてるレコさんが地元でのね、うん、あの開演とか公演ご希望される方はぜひぜひあの都道府県へメールとかですね、そうです、人権関係の部署にあの突出するのもいいですし、うん、あの拉致議連の国会議員の方のね、地元の国会議員の先生にお願いしてみるとかですね、うん、市長さんにお願いしてみるとか、いろんな方法で動いてみてください。あの私であのお力添えできることはさせていただきたいと思いますので、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さん、はい、あの自分の、ね、自治体に呼んでくださいね。本当はあの、ま、智子さんも信司長監督ももう一日でも早い拉致問題の解決を願ってらっしゃいますけれども、はい、まあね、なかなかその日が来るまでは、そうなんです、はい、来年はこの後 そのハッピーエンドが書けるかもねって毎年言いながら、ね、よくわかります。なかなか、はい、あの、はい、そこに到達できないもどかしさみたいなのはありますし、はいはい、来年こそ来年こそってやっている間にも横田夫妻もね、もう高齢になられたし、ね、本当ですよね、はい、切ないですよね、もう、はい、だから最初はこうやってあの第一章の時はね、一緒に記者会見もあの、はい、並ばれて、そうです、まだこれ第一章の時ですね、小野寺明さんのが茂さん役をされてた時ですね、はい、はい、こんな時はまだね、あの今から7年ぐらい前ですから、あのそうですね、まだね、あの活動しやすかったんですけど、もうやっぱりお年召されて本当にやっぱお体もお辛いでしょうしね、はい、はい、だからこの支援者の私たちがあの被害者の、ね、ご家族に代わってですね、はい、あの解決の日までは頑張って、こういう啓発活動本当に大切です、民意の向上になります、意識の改革になりますので、はい、あの皆さんで、ね、あの、はい、押し上げていきましょうね。なくても、はい、秋田なんかはあの秋田市以外でも小川半島とか、はい、あの各地の小さな町やなん市の公民館とかそういうところでもやっていますので、会場がない市や市町村でもなんとかなりますので、はい、あ、はい、ありがとうございます。大きい劇場がなくても呼んでいただければ、うん、そこの劇場のサイズ、はい、あの、なんて言うでしょう、公民館なんかのサイズに合ったところで、石狩市なんども、はい、本当に小さかったですけれども、その代わり回数を増やしてやるとかいう方法もありますので、はい、なんかね監督はね本当はもうあの手間は変わらないから、うん、朝晩公演とかですね、はい、できたら一日はもったいないというふうにおっしゃってましたね。やっぱり本当はね、できたらもうちょっと1週間とか、まあ1週間が大変でしたら3日とかやっていただきたいなと思うんですけどね。そうですね、あの、はい、なるべくその町のたくさんの方に届けられれば一番いいですね、せっかく行くので、はいね、そうなんです、せっかくね、皆さんこうやって来てくださるので、ね、セットも何もかも衣装も、はい、ね、演者さんも皆さん全員で来られて、はい、リハーサルされてっていう風にね、あのされるので、本当はもうちょっと公演日が長かったらいいんですけれども、はい、あの最初にこの舞台のこのね、演出の時なんかでも、しげるさんはよくご覧になられてて、はい、でなんか監督からお聞きしたんですけど、はい、なんかめぐみちゃん役の子役の子供さんを可愛がられたりなんかして、
そうなんです。胸が詰まったって、はい、おっしゃってましたね。そうなんです。横田さんはそうですし、はい、未だに多分最初の子役の方とは親交があると思いますし、ああそうですか。飯塚さんも、はい、妹さん役のね上島さんの奥様の山崎直子さんがやってるんですけど、はい、本当の妹のようにね、ああそうですか。会うとなんか兄弟のように接してらっしゃるし、そうですか、はい、はい、だんだんやっぱり同一なんて同化してくるんでしょうね、こうこのぐらいの年齢になったのかなとか、あこうねこういう綺麗な服着せてもらってるといいなとか、もう本当に細かいことなんだと思うんですけれども、なるほど、うん、もう祈るようなね、はい、お気持ちで見てらっしゃると思います。そうですか。この、まあね、舞台の、ニュースか何かの動画を見たんですけれども、はい、智子さんがね、この崎江さんの役をされてて、はい、やっぱりずっとこう崎江さんになりきるじゃないですか、はい、で舞台でこうね、もう崎江さんとして演じていらっしゃるその間に精神状態が、はい、本当になんていうんですか、もう たまらなくなるっていうふうにおっしゃってたんですけど、そういうふうなインタビューを受けたの覚えていらっしゃいますか。はい、いまだにそうなんですけれど、血管がね切れていくのが分かります。え、頭のほら多分ものすごくそれ大きいとこ切れてれば大変なんですけれど、はい、こうアプチっていうなんかこう怒ったりとか、はい、こう絶望したりとかっていう場面は未だにもうね、なんか私もうお恥ずかしい話ですけれど薬を飲んで出ます。あ、そうなんですか。はい、そうね、もう特にご夫妻とお会いして何回こう話聞いたりして、もううちの両親と一緒なんですよね、その年代もそうですし、はいはい、娘である私しか目がいますので、はい、もうその想像すると、もう血管は、はい、もうブチブチと、なんとかこれを伝えなきゃいけないし、演劇でとどまっていてはいけないことですよね。もちろんそうですね。なんか誰か動いてこれを見てっていう思いではあります。いやもうその迫力が本当に舞台に出て十分伝わってくるんですけれども、これはもう先ほど。先ほどじゃないです、すいません、試験放送でもお聞きしたんですが、はい、はい、めぐみさんがね死亡したと、うん、北朝鮮政府から言われたことをそのまま日本の外務省が繰り返して拉致被害者のご家族に伝える場面がありますね、はい、で、はい、ちょっと、まあ、それの時の画像に変えてみたんですけど、その時のセリフはもうそのまま崎江さんがお話しされた通りでお話しされているというふうにお聞きしました。そうですね、一言一句多分何回かのビデオを、はい、何回回して拾ったというか書き留めたで信夫さんが書いたのでそのまんまだと思いますが、崎江、はい、さんがその、はい、あまりにも立て下に水のようにふわーっと喋られたので、そうですね、はい、それをね、はい、逆にそのまま真似してもダメだろうなと、崎江さんはもう一生懸命感情はそこで抑えられたの言葉が心の底から出てきたと思うんですけれども、それを初めて聞く方にはやっぱりその間に立った私たち演じるものがそのどういうふうに崎江さんが感情がその中で動いているんだろうっていうの想像して、それをデフォルメしてこう伝えなきゃいけないなというのは最初にすごく感じました。はい、はい、セリフってすごく私もしっかり覚えてるんですけど、はい、
聞きようによったらめぐみさんが亡くなったことを一瞬認めたかのような、最初はね認めましたね、おっしゃるんですよね、はい、そうなんですよね、はい、で途中からですね、あの彼女っていう言葉、まあ、失礼なんですね、あの早紀江さんの感情が変わるんですね、はい、はい、そんなわけはないっていうふうに、ここで認めちゃいけないっていう、はい、そうなんです、そうなんです、ね、訴えですよね、はい、そうなんです、はい、すいません、あのもしよかったら、すいません、甘えてしまいますが、智子さん、あの時のセリフを今のツイキャス聞いてくださってる方々にぜひよかったら、はい、あのちょっと再現というか再現していただいてもよろしいでしょうか。じゃあ、そうですね、あの、まあ、お芝居のようになるかどうかはちょっとあれなんですけれども、はい、あの言葉としてお伝えするのでよければ、はいはい、よろしくお願いいたします。覚えてるかな、はい、今手元に台本がないのでちょっと不安なんですけれど、あ、ごめんなさい、はい、ま、覚えてる範囲で、はい、しげるさんが最初にインタビューに答えられてたんですけれども、もう涙とあと咳が止まらなくなって、そうなんです、はい、そうなんです、で思わずさきえさんが、はい、もうね、咳込まれて、うん、もうこのまま、はい、このまま打ち切られたらたまらないっていう多分思いだったと思うんですけれども、そうでしょうね、はい、なのでじゃあ解説付きというか、ここで変わったのかなっていうのも一緒でよければ、はい、ありがたいです、はい、ではいきます、はい、お願いいたします。このように日本の国のために犠牲になって苦しみ、また亡くなったかもしれない若い者たちの心の中を思ってください。今度のことは日本にとって本当に大事なことでした。北朝鮮にとっても大事なことです。そのためにめぐみは犠牲になり、また使命を果たしたのではないかと信じています。人は皆いずれは死んでゆきます。めぐみは本当に濃厚な足跡を残したと思うことで、こんないつ死んだかもわからないようなこと、とても信じることはできません。私は頑張ってまいりますので、どうか皆様と一緒に戦っていきたいと思います。めぐみはまだ生きていると信じて戦ってまいります。今までめぐみを愛してくださった多くの皆様に心から感謝いたします、というのがセリフなんですが、はい、ありがとうございます。あの、はい、最初もう死んでしまったということをかもう認めるしかないぐらいもう呆然自失の状態のまま記者会見の場にあの引っ張り出されてしまって、それに即した受け答えをしていた自分にちょっとね、我に返せられるような瞬間があるんですよ、はい、そうなんです、もう冗談じゃない、はい、冗談じゃない、このまま認めたらもう全部なかったことにされてしまうという母親としてのね最後の踏ん張りというか、ね、もう本当にね、こんなこと信じてはいけないっていう、そうです、それをね、あの場でセリフとしてじゃなく出てきた早紀江さんの凄さって、はい、すごいですよね、すごいです、だからあの、まあ、ものすごく立派な人格の方だということも分かりますけど、はい、もうずっと何があろうと取り戻そうっていう強い母の信念ですよね、はい、もう本当にそれがねよく伝わるんです。いや、もちろんあの茂さんのもう声にならないぐらいあの咳込まれて泣かれている姿も、はい、もう本当にあの心から愛してる娘のことをですね、はい、まあね、死亡したっていうふうに伝えられたら、でもあのその場です、まあ、きちんと座られて、うん、何か話そうとされてるんですよね、一生懸命ね、そうなんですね、はい、もうだからあのシーンは本当にあの、そう、 ありがとうございました。もうあの皆さんすごいですね、やっぱり舞台もっといいですよ、はい、そうですよ、舞台もっといいですよ、はい、でもさすが智子さんね、あのいいお声ですね、はい、ありがとうございました。あのぜひ皆さん、あのめぐみの誓いね、必ず
私は大きいので劇場がとても大きいので大丈夫です、はい、あそうですか、はい、はい、よかったね。あんまりね関心のない方、拉致問題にね意識がそんなにまだ関心の薄い方にね見ていただいたら本当に変わられます。はい、ですね、場所によっては中高生の方がクラスごととか学校単位で見に来てくださったこともあるんですけれども、なるほどなるほど、若い方たちの、まあ、授業の一環としていらしたので感想というか、まあ、書いてくださってそれを私たちに届けてくださったんですけれども、はい、まあ素晴らしい、やっぱりそのちゃんと受け止めてくれる若者たちがこれだけいるんだと思うと、ね、うん、知らないからダメなので、はい、知ったらもっといろんな動きがね、そうなんですよ、起こるのではないかと信じているんですけれども、はい、いや、よくわかります。だからまたこの監督は今ねこの奪還のこの、ま、舞台もされてますけど映画化も目指したいというふうにそうですねおっしゃってまして、ね、なんかこの間一緒にお話しさせていただいた時にもうなんかいろいろ構成も頭の中でいろいろ巡らされてまして、ここでこういう部分にこういうシーンを持ってきて、うん、ここでここをかぶせてとかいうふうに熱く語ってらっしゃったんですけど、うん、それがね本当に実現されて、うん、まあ本当にこの生の舞台の迫力とはまた違いますけれども、うん、映画化もぜひね実現してほしいなと本当に思ってます。先週、はい、出演された伊藤先生でしたっけ、はい、はい、なんかこう伊藤好きな先生、はい、みんなが動けといえば僕たちが動くから、はい、動けという声を発せさせてくださいと、そうなんです、ね、おっしゃってたのがねやっぱり、はい、強く響きましてね、はい、もうね完全に命かけることに何の躊躇もなく本当に心の、うん、そこから覚悟がもうきちっとできていらっしゃって、うん、もう私たち一般人が思い描くようなことは全てもうきちっと ね心強かったですよ、ね、だから先週初めて私このツイキャスを聞いたんですけれども、はい、あすいません、私下手くそでごめんなさい、プロフェッショナルの方がね、はい、多分表には出ないけれども、はいはい、着実に準備を重ねてくださってるんだなと思って、そうなんですよね、はい、早くその力を発揮できる場面が、ね、うん、来て、はい、もう皆さんがね、私は前に5人の方がタラップ降りてらした映像がものすごく印象的ですよね、泉校長の後で、はいはい、そこからね、めぐみさんにしても皆さんがねタラップを降りてくるっていう絵をでいつも思い浮かべながら芝居をするんですけれども、あ、はい、なるほど、帰ってきて、はい、みんながそこで迎えに行っている絵が早く実際に見たいなって思いますよね。多分この放送聞いてらっしゃる方はみんな同じ思いだと思うんですけれど、はい、はい、そうですね、今夕刊フジの記者をされている森本さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、その方は安倍総理にも独断インタビューされたことがありまして、はい、その時にタラップを降りてくる5名の方の帰国の時にですね、うん、自分の娘は帰ってこないのに、うん、家族会の代表として茂さんが写真をね一生懸命撮ってらっしゃったんですって、はい、そう迎えに行かれてましたね、はい、そうなんです。で、あの時にその写真を撮っている茂さんを見て、うん、絶対に取り戻さなければいけないっていうふうに固く心に誓ったと、うん、安倍総理はそういうふうにおっしゃりながら涙を、うん、はい、声も詰まらせて涙も浮かべられたというふうにお聞きしましたので、うんうん、なんとかね、はい、その油断というか決断が早く、はい、できますように、はい、私たち支援者とかはそういうね民意政治家の方の背中を押せるように、うん、頑張ってこの声をね、はい、大きくしていくことは本当に大切です、うん、でも声が大きくなっていけば政治家も動かざるは得ないのですから、はい、まだまだ足りないです。
ぜひ皆さんで、ね、どんどんこの声を大きくしていくことを頑張っていきましょうね。私たちが地方にこうやって回ることができるようになったのも初演から2年後の俳優座でやはり制作野草会でもう一度これ再演しようって言ってやった時に当時の古谷大臣が、はい、拉致担当大臣が見にいらしてくださって、はい、これを止めなければっていう決心をしてくださったのがきっかけなので再生の方の中にも本当に心ある方でどうにかしたいと思ってらっしゃる方は必ずいらっしゃるんですよね、うんうん、そうなんです、いらっしゃいます、ね、多分、はい、安倍首相もそうだと思うんです。で、まあ、いろいろなことのしがらみで動けないんだろうなっていうのは、なかなか大きく動けないこともあるでしょうし、でそれがですね動いた時にですね、うん、支持率に影響しないとか、うん、政権の持続にちゃんとつながるように声が大きければ動きやすいんです、うん、だから私たちはね絶対に諦めることは最後まで絶対にないように、うん、まあ、心強く折れないで最後まで頑張って応援していきましょうね、はい、解決まで。はい、智子さんはねもう実際にこうやって早紀江さんの役をされているので本当に精神的に厳しいものがあるのはよくわかります。いろいろなシーンがありますけれども、うん、一番やっぱりその血管が切れるようなシーンっていうのはどこでしょうか。やはり記者会見もそうですし実はね冒頭の方なんですけれども、はい、最初は冒頭ですか、とても幸せな小さいめぐみちゃんと一緒に瀬戸内岸ので遊んだという、はいはい、短いシーンなんですけれども、はい、自分の娘が帰ってこなくて誘拐なのかで家出なのか で警察の方がね警察犬の匂いがここで途切れてるってあ、はいはい、おっしゃるのでそれを聞いた母親ってね、はい、まさか大丈夫ですか。あ、ごめんなさい。すいません、切れてしまいました。申し訳ないです。はい、あ、すいません、今上がってくださいました。大丈夫ですか。ごめんなさい。智子さん、切れてました。はい、大丈夫です。大丈夫です。再接続されてます。はい、つながりました。申し訳なかったです。はい、すいません。探す、はい、はい、なるほど、はい、めぐみちゃんっていうふうに叫びながら探すシーンですね。はい、はい、ああ、そこがやっぱり今までのその幸せだった本当に幸せだったそうですね、初めての降りかかった不幸の最初の日っていうのがもうあれがやっぱり辛いです。ああ、なるほど。この間産経新聞に毎月めぐみへの手紙っていうのが掲載されるんですけれども、うん、その日のねめぐみちゃんがいなくなった時の、うん、食事のメニューがねクリームシチューと焼き魚だったということをね書かれてました。もうやっぱ忘れられないんだなと。その日は多分食事もできなかったでしょうし、うん、ね、はい、あ、ちょっとすいません、もうちょっとマイクを近づけてみてください。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、すいません。やはり早紀江さんにお会いしてお話最初に聞いた時ももう毎日玄関に座り込んで泣くしかなかったのよっておっしゃっていましたし、もうそれももうその絵も浮かびますでしょ。どこに家出かもしれないとかって言われたってね、いやもうそれもね同級生の方からもいろいろ聞いたんですよ、うん、はい、めぐみさんのね同級生の方にもやっぱり家出の説と、うん、まあ、家出の説が一番多かったようなんですけど、うん、
まあ、事故か、うん、事件か、うん、あでもやっぱりあのどこかねなんかあの行ってしまったんだろうかみたいな、うん、警察が来て生徒の方に何か知ってることはないですかっていうふうに事情聴取されたようなんですけど、うん、はい、ね、たった13歳の子がねそんなね、うん、急にはい、もうねその時には20年間北朝鮮に拉致されたことを知らないまま過ぎていくんですから、うん、もう知った時には生きてたことの喜びとですよね。ね、はい、すぐにでも帰ってくると思いますでしょ、ね、普通いる場所がね分かったらね、うん、はい、それならすぐ帰ってくるだろうと、うん、でそこからもうまた20年ですよ、うん、でね、もうこの日本が日本人を取り戻してないっていうことが本当に情けないんですけれども、うん、まあ、日本の政治は日本のね国民の鏡ですから、うん、私たちが私たちの責任だというふうに、ね、政治家のせいにするのではなく、うん、私たち の取り戻す努力が足りないんだということで、はい、皆さんうん、それぞれに何て言うんですか拉致被害者の方々に申し訳ないっていう気持ちは忘れないでですね、はい、何か自分にできることっていうことを、うん、ぜひ皆さん途切れますか大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか大丈夫ですか、はい、すいません、はい、皆さんそれぞれにいろいろご尽力してください、よろしくお願いします、はい、こういう舞台に行かれてご感想をねいろんな方にお話ししてくださるのも十分ありがたい活動になりますし、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、ありがとうございます、はい、もうともこさんもうね毎年毎年本当は早くね、うん、こういう辛い舞台は早く終わりたいですね、もうね、はい、はい、最初のこれ第2章なんですね、奪還っていうのは、はい、はい、そうですね、拉致疑惑から被害ということがあるんですよっていうのを最初からこう説明した芝居だったんですけれども、全国を回るにあたって、はい、まあ、短くしなければいけないということもあって、その、随分、そぎ落としたものを今皆さんに見ていただいてるんですね。だから、第3章が、ね、はい、もっともう、本当に早く、そうですね。ハッピーエンドの、はい。ね。はい。が作れるのが、もちろん一番いいことですし、はい。はい、まあ、芝居でなくても、本当に、実際にこう帰ってらしたらもう言うことないですね、本当にそうですね、もう一日も早くというふうに本当に心から願ってます、拉致被害者のねご家族もなんとか今年中にというふうにおっしゃってましたね、今年の始まりに、もうそれでもう8月になってしまったのでもう残すとかと4ヶ月ちょっとになりますが、うん、今ね北朝鮮も本当に緊迫した情勢になってますので、ね、ここからどうなるかというのは、ね、なかなか皆さんいい方に、はい、そうなんですよね、いいですよね、はい、もうねもちろん私でさえこうやってご家族もニュースにドキドキしてるのでご家族の方は、はいはい、どれだけその今のニュースにね一喜一憂されてるんだろうと思うと、はい、ですね、そうですよね、またね先のその産経のね恵みへの手紙の中にも国会の中で一生懸命、はいはい、今日本にとってね大切なことを話していただきたいのにそういった様子が見受けられませんっていうふうに、うん、先生さんも書かれてるんです、うん、やっぱり本当にね国会でああいうことをやってる場合じゃないんですけど、はいはい、ね、もうね日本はなんか未だにまだ野党もそういうふうに、ね、森友とか家計の問題にまだ引っ張ってるようなところもありますけども、いい加減にしろっていう声もね、私も仕事なので、はい、なんともあれですが、野党の方がもしねこれを
動いて解決に導けたらね、はい、これでいいチャンスはないのに、はい、ね、いや本当そうなんですよ。日本人の安全保障という意味でも、はい、拉致問題の、ね、解決のためにもですね、うん、本当に日本人の国益を考えた政治家っていう人が、うん、はい、もう野党の方でももちろん、ね、はい、そうですそうです、与野党関係なく、うん、きちっとそういうことを国会で発言されたりとか定義されたら、うんうん、ね、支持率上がると思いますよ、今本当に、本当に、うん、いや、その国民もねちゃんと見てると思うんですね、はい、見てる方は、はい、だからね、そうです、皆さん今コメント欄にたくさん書かれてますけど、うん、ね、もういい加減にしろというふうに皆さん思ってるからね、あえてね自民党叩きしながらも民進党とかは支持率下げてると思うんですけれども、うん、はい、だから中山京子ご夫妻の講演会にちょっと伺って、はい、パネルディスカッションみたいなことをしたことあるんですけれども、あ、はい、たまたま違う党なので議席が取れなかったんですけれども、本当に熱い思いで拉致問題に取り組もうとしてらっしゃる方たちですしね、はいはい、はい、わかります。本当はね、ああいう素晴らしい先生方を、うん、国会に送れるように私たちも、ね、頑張らないといけないんですけどね、でもそのためにもこういうことが本当に大切なんだよっていうことを、うん、みんなに意識改革していただけるためにこの舞台は、はいはい、もう拉致問題のことをですね何も説明しなくてもこの舞台をお友達とかご家族に見ていただけたら、うん、本当にもう意識変わられます、うん、ぜひね ご家族とかお友達誘って、はい、必ず行ってください。皆さんよろしくお願いします。もう全員でも心を込めてお伝えしますので、はい、ぜひ見にいらしてください。ありがとうございます。はい、ぜひよかったらですねこれまた第1章の時は DVD 化されましたけど、はい、第2章の DVD 化とかは予定はないですか？一応ね撮影はしたんですよ、はい、大阪公演の時だったかな。あ、なるほど。それとあ私が見た時です、はい、それとあと、はい、10月21日の土曜日に、はい、これ都内で正論シネマサロンっていうのがあるんですけれども、はいはい、これで第1回目のその DVD を上映するという話を聞きました。あ、なるほど。場所とか時間まだわからないんですけれども、はい、正論シネマサロンというのが10月21日の土曜日に行われます。10月21日土曜日、正論サロンですね、はい、シネマサロン、はい、映画をいつもシネマサロン上映する会なんですけれども、正論雑誌の正論が主催 で今年はその、はい、最初に撮った小野寺明さんの方の恵みへの誓いの DVD を上映するそうです。はい、あ、そうなんですね、はい、はい、私小野寺明さんの時はすいません見てないんですけれども、はい、原田大二郎さんの回で初めて見せていただいたんですけども、はい、どうですか、しげるさんこうやって俳優さん変わられたら、ともこさん別にそこはやりづらいとかやりにくいとかはないですか？いや、でももう大二郎さんとは他の作品でもものすごく長いんですね、はい、夫婦もやったし、はい、なんかいろいろね、恋人もやったしとか、なんかだから、はいはい、他に大二郎さんとはとてもやりやすいので、はい、あ、慣れてらっしゃるんですね。風貌がだんだんしげるさんに見えてきました。そうなんですね、体格は違いますけれど、はい、ご自身がねおっしゃってました、うん、すごく似てると言われるというふうに、うん、はい、ね、もちろん大二郎さん大きいからあれなんですけれども、ね、でもなんかこう、はい、お顔が ね、はい、乗り移られたかのように、はい、はい、わかります。はい、こうやってね今舞台の画像になっているようにお父さんとお母さんのもとにめぐみさんが、これはまあめぐみちゃんの夢のシーンになるんですけども、うん、夢じゃなく現実に本当にご両親の手を握って帰ってこれるように、はい、はい、皆さん頑張っていきましょうね、最後まで諦めずに、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、もうそろそろ1時間過ぎたので
お疲れになってませんか、ともこさん。大丈夫ですか？大丈夫です。はい。おせりさんに言っても、はい、もうただ二人でお話をしているという感じの、長電話をしている感じなので。もちろん。はい。ありがとうございます。はい。よかったらここで、質問タイムをいただいてもよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。はい。皆さん、市村ともこさんに、ね、ご質問したいことをコメント欄に書いてください。すいません、先までコメントにね、質問もあったんですけど、お話の途中だったので止めてしまうので、拾えなかったものもありました。ごめんなさい、すいません。今もう一度書いてくださったら、コメントを拾いたいと思います。はい。ね、いろんなことをされてこられてますよ。ともこさん。なんかいろんな、映画もね出てらっしゃったり、はい、そうですね、トッキングヘッドとかね、はい、アニメのお好きな方は、はい、アニメではないんですけれども、はい、アニメの監督さんの、知ってます、皆さん有名ですよね、トッキングヘッドね、押井守さんの方が実写で撮った、はい、なんですけれども、まあ、そうですそうです、ちょっと変わった映画です、はい、ねえ本当にね話題作でしたね、はい。結構なんかいろいろ話題になってましたね。あとそうですね、なんか稲村ジェーンとかも出てらっしゃったんですね。はい、大学の時の先輩なんですね、サザンオールスターで、はい、その、まあ、コネですね。あ、コネですね。なるほど、そうですか。はいはい、はい、なんか質問来てます。開いたいと思います。はい、日本中の皆さんに伝えたいことがあれば教えてくださいと。娘たちの、まあ、子育てといっても、まあ、もう大きいんですけれども、母親としてね、日本のいいところをね、もう言わなくても分かるではなくて言っていきたいなっていうのは私自身の心情としてあるので、日本の昔話もそうですし、はい、こういう社会問題もそうですし、はい、日本全国にっていう声を大きくしてではなく、はい、子どもたちをどう育てていくかっていうのを皆さんが、ね、真剣に、はい、その根底には日本が好きっていう気持ちで接していけたらいいなと思います、はい、ありがとうございます、はい、いやよくわかりますね、この将来の日本をね、担っていただく若い方にですね、はい、日本の良さをしっかり伝えていくのも私たち大人の大事なことだと思います。はい、質問、石村さんにおかれましては、同姓同名の声優さんがおられるのはご存知ですかっていう、これね、多分私もね前に言われたことがあるんですけれど、はい、私あんまり機械が得意でなくて、はい、あまりネットとか見ないんですが、どなたかの、はい、私も声優の仕事はしたことあるんですが、混同されてるみたいで、はい、そのウィキペディアっていうんですか、あ、なるほど、多分違う方のと混ざっているのかもしれません。あ、なるほど、はい、わかりました。はい、わかりました。野伏監督の時も、質問に書きましたが、中学校高校の文化祭で恵みへの誓いをクラス単位で上演する運動なんてのはどうでしょうかという、あ、まあ、ぜひしていただきたいですね。ただそのこれ演じられる方たちがね、はい、ちょうど例えばそのめぐみちゃんと同年代の方とかがやったら、それはそれですごく説得力があると思います。はいはい、ありがとうございます。もうすいません、またちょっといいですか、ごめんなさい、電脳警察バーチャコップのどうしたのこれよ。バーチャコップじゃないんです、サイバーコップって言うんです。あ、サイバーコップだそうですよ、月さん。あの頃も、はい、何年だろう、もう 2,30 年前の作品だと思うんですけれど、あの頃サイバーという言葉があったことに今驚いてるんですけれども、はい、サイバーコップで確かにやりました、はい、はい、最初の頃のテレビで、はい、それはどうしてもこれをね、はい、書きたいようなんですけど、その留院女子を演じてみての感想はと。すいません。
ごめんなさい。というよりも、はい、ほとんど特殊メイクに近いものがあったので、はい、演じるよりもその前の準備の時の方の大変さだけが今メイクの方が大変ってことで、はい、なるほど。楽しかったですよ、はい、子供の番組というのは。楽しかったですか。はい、はい、なるほど、ありがとうございます、うん、あれね、なんかすいません、はい、秋田県3年連続上演確定のご様子ですが、はい、野草界の方々と俳優の柳葉敏郎さんって仲が良かったりしますかっていうふうな、柳葉さんとご質問なんですけど、私は直接存じ上げないですけれど、大二郎さんは多分、はい、ご一緒してることもあると思います。あ、ね、あ、そうですね、秋田県出身なんですね。柳葉さんがね、はい、はい、そうみたいですね。ね、はい、この方も熱い演技をされる方ですよね。私は個人的には全く知らないですけれど。あ、はい、わかりました。はい。めぐみへの誓いを学校などで演劇上演できないでしょうかという質問が、また同じ内容ですね、来てますが。それは私たちがやるということですよね。生徒たちが、文化祭でやるそうでしょうかね。のももちろんいいと思いますし。なるほど。学校などで演劇上演。で、その状況さえ整えば、どこにでも行くつもりで私たちはやってますので。はい、あ、はい。いろいろな、まあ、そうですか。ただ、その、セットの問題とか、照明、音響とかっていうことが、でも、そうですね。自民党の本部でやった時も、全然劇場ではなかったんですけれども。はい、やっぱりそうですか。はい。はい、電源車を外に置いて、はい、あ、なるほど、はい、もうセットとかも決めないので、はい、まあ、あるできる限りのことでやりましたけど、はい、それはそれで楽屋もなく会議室で着替えたりとかして、お着替えされて、はい、はい、メイクも、はい、そうですね、条件なんていうことではなく、大変でしたね、はい、呼んでいただけて、その学校の方とか教育委員会の方とかも賛同してくださって、はい、この地方公演とかぶらないスケジュールでお互いが合えば、ぜひどこにでも、どういう形ででも伺いたいと思っています。 ありがとうございます。はい、はい、まあね、できたらそういう、まあ、公演もですけども、めぐみアニメめぐみですね、はい、あればどこの学校にも DVD が届いていますので、そういったものの、ね、上演ができている学校だったら、はい、またこういうね、講演もお話ししやすいかもしれませんね。はい、他には、はい、拉致被害者を救うには北朝鮮の崩壊しかないですが、それについてどうお考えでしょうかと。これも私も政治家じゃないので何とも言えないことなんですけれども、はい、今の状況を本当に政治としては素人として見ていると、その崩壊というのがね、その北朝鮮の本当に貧しい人々を全滅ということではなく、今のその一部の軍の人たちがトップですね、はい、崩れて、そこの国の人たちも豊かになってっていうのであれば、もちろん大賛成ですし、その時の崩壊と同時に日本のその被害者の方たちが巻き込まれるというのももちろん一番心配ですし、どういう、先週の伊藤先生に伺いたいぐらいなんですけれども、あ、なるほど、どういうそのね、はい、計画っていうか、はい、あって、日本人の人とか一般の、はい、国民の人たちに被害を与えずに崩壊ということが可能なのかどうかというのは、もう私としては素人すぎてわからないですね。一番いい形でと思いますけれど、はい、ありがとうございます。今上島直子さんが拝聴していますとコメント書いてくださいました。ありがとうございます。はい、直子さん聞いてくださってます。はい、はい、楽屋でいつもこういうお話してるんです。あ、そうなんですね、ありがとうございます。はい、そうですね、アニメめぐみ拉致問題資料は私立学校にも配られていますかと。多分、これはね、文科省からじゃなく拉致対本部からなので、どうなんでしょう、小中は多分配られてるはずなんですけども、はい、娘たち公立でも私立でも見たことがあるというのは聞いてないですね。そうなんですよ、実際に届いているはずなんですけど、
上映会というのはやってない学校が多いんですね。で今あの拉致大ではこのアニメ恵みを見て、あの小中学校の作文コンクールをやっておりますので、で YouTube でも見れますので、ぜひあの小中学生のいらっしゃる親御さんは、あの、まあ、本当はね学校の方に呼びかけしていただきたいんですけれども、まあ、それでちょっと反応が難しかったら、ぜひあの夏休みの間にお子さんに見ていただいてですね、はい、あのまたねこういう野草会の講演もぜひあのお子様とも一緒に行っていただきたいんですけれども、そうなんです、あの YouTube でね25分ぐらいなんですけど、見れますので、あのぜひご覧になって、よかったら作文コンクールも参加していただけたらなと思っております。そうですね、はい、早紀江さんのご本のね、あのめぐみのお母さんが助けてあげるとか、そういう本を夏休みの読書感想文の宿題で読んでいただけたら、ね、とても読みやすいですし、もう生の、あのお母さんの声として、そうすると自分と今の自分のお母さんとの関係っていうのもね、ちょっとね良くなるっていうか、あの早紀江さんを使ってはいけないですけれども、親ってこんなに心配してるんだよっていうことがね伝わるんではないかなって思います。そうですね、はい、いやそうですね、よくわかります。ぜひねそういうふうにあの親子でね、今そういえば今日お盆なんですけど、お盆でね、あの智子さんにご出演いただくのが申し訳なかったんですけども、あのご好意からありがとうございます。とんでもないです。ご出演していただけたんですけれども、よかったら皆さんご親戚で集まられる時だと思いますので、あの暗い話とかですね、重い話と思わずに、あの拉致問題について、よかったらご親戚で集まられる時にですね、こういう講演があるんだよとか、ね、こういうアニメがあるんだよとか、まあ、今度ご本読んだよとかいうふうにですね、いろんな側面からよかったらあのお話ししてみてください。よろしくお願いします。はい、もうないですかね、質問ありますか皆さん。あの別に拉致問題に関わらないことでもいいですよ。はい、私あの大二郎さんにもお聞きしたんですけれども、はい、智子さんにちょっとご質問してもいいですか。はい、実在する方を演じるのと、架空の方を演じるのと、どちらが難しいですか。難しさで言うと、あの演劇としては変わらないんですけれども、何を表現するかっていうのは本に書かれているので、ただやはり実在の方というのは、その鳥浜留さんにしても、もちろん早紀江さんにしても、ご存知の方がたくさん見にいらっしゃるのでね、わかります。はい、あのイメージ違ってはいけないなというプレッシャーはあります。あ、やっぱりそうですか。はい、演じるその難易度としては同じですね、きっと。あ、そうなんですね。はい、はい、そうですか。なんか大二郎さんは、なんか演じるではもうダメなんだよとか言って、言ってくださって、そう、はい、その人たちの、特にその早紀江さんの、心の代弁をしなければ、という、プレッシャーはすごくあります、そういうつもりでないんだとか、そうじゃないって思ってしまうといけないなっていうのは気をつけます。じゃあ先ほど の記者会見のシーンなんかは、途中で心情が変わられるから、やっぱり間を置かれたりとか。そうですね、さっき、お話ししていただいたように、はい、まあ、なるべくその立ったままなので、そんなに体の動きで表現はできないんですけれども、どこで変わったかというのだけでも、で変わる、変わってよかった、まあ、よかったっていうのは、あのまま諦めて、それでは皆様、今日はありがとうございましたで終わってしまったら、こういう練りにはきっとならなかったんだろうなと思うと、そうですね、早紀江さんのすごいところっていうのは、もう本当にそれまでは普通のご家庭の奥様であり、お母様だった方なのに、そうですね、もうすごい言葉 の力をね持ってらっしゃるなという、本当に尊敬に値する女性だと思います。ありがとうございます。よくわかります。あの実際にお会いに何回かなられてると思うんですけども、本当にあの優しい、なんか、
神様みたいな方だっていうふうに、そうなんですね、もっと暗い方がおっしゃるんですけど、お話なのに、まあ、その頃はもう何十年も経ってからだから、はい、アルバムを見せてくださる時も茂さんと一緒に、はい、ちょっと茂さんがお酒をたしなまれるんですけれども、そうすると、はい、もう飲みすぎちゃダメダメ、もうここでおしまいって、普通のご家族の家庭のね、優しい、なるほど、うん、奥様だし、はいはい、本当に懐かしそうに笑顔でそのアルバムを見せてくださるんですね。ああそうですか、うん、それだけ年月が経ってしまったということもありますし、またその早紀江さんの心の持ちようというのが、私たちがこれだけもう何とか応援したいっていう原動力にもなっているんだなというのはつくづく感じました。よくわかります。でも穏やかにお話しされてながらもね、もう、はい、もう本当にいろいろ思われることって本当にいろいろあるでしょうね、うん、なかなか進まないことに申し訳ないなという気持ちになりますね。はい、お家ではね、どんなに、今もちろ ん, なんか泣きわめてばかりいた日もあったっておっしゃ、それも前顔でおっしゃるんですけれども、泣きわめてばかりいて、もう死のうとも思ったし、はい、身元不明の遺体確認に行く時もねってさらっとおっしゃるんですけれども、そんな経験って私たちなんかしたこともちろんないし、そんな娘かもしれない遺体確認に行かなければならない母親の心情ってね、もう想像を絶しますよね。絶しますよね、本当に。シュレルさんとやっぱり一緒に行かれたんですね、さきえさんも、はい、で、なるほど、違った時に、まあ、よかったっていうのと、よかったと言えないね、その目の前に横たわる遺体との、すみません、ごめんなさい。ごめんなさい、大丈夫ですか？あー、ごめんなさい。すみません、大丈夫ですか？ちょっと待ってください。すみません、もう一度。あ、大丈夫ですね。はい。ごめんなさい。すみません。はい。ちょっと画像を選んでる間に、切れてしまいました。ごめんなさい。すみませんでした。大丈夫ですか、皆さん、戻ってきてください、ね、はい、もう中佐ごめんなさい、今日のあの週すいません、 YouTube アップちょっと大変になってしまいました、ごめんなさい。画像を変えさせていただきます。電波じゃないですね、多分私が画像を変えようとしたからだと思います、すいません。はい、大丈夫ですか、すいません、もうあまり触らないようにしますね。はい、大丈夫でしょうか、戻ってきてくださいね。はい、すいません、大丈夫です、はい、ごめんなさい、お話途中で止めてしまって、はい、よかったら続きお話ししていただいていいですか。はい、まあ、そのどこまでがつながってたか分かんないんですけれども、ごめんなさい、さきえさんのすごさというので、はい、皆さんがやっぱりよしって、なんとかしようって、はい、もちろん他のご家族の方も本当に素晴らしく冷静で、まあ、私たちの前では冷静で言ってくださるので、はい、もうね、本当でも微力なことだなと思うんです、演劇で回っていても、これで動いてくれればもちろんすごい嬉しいですけれども、だからこうやってシェリーさんのように、はい、毎日そのことに関わっていらっしゃる方たくさんいるじゃないですか、荒木先生もそうだし、そうです、もう何十年も、私なんてまだまだ全然、はい、はい、もう力に慣れてませんが、本当に何十年も支えてこられていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいますので、はい、空海とか もちろんそうですけれども、その救う会の方たち、はい、どこの地方へ行っても救う会の方たちが、そうなんです、こうやってこうやって動いてるのに、もうちょっとこれ集約したらすごい力になるわって思います。はい、そうですね。で、またそうやって何十年も動いてくださってきた方々が、はい、やっぱり支援者の方もちょっとお年を召された方が増えていらっしゃるので、はいはい、ぜひこういう皆さん聞いていただいている方でですね、お近くで救う会とかブルーリボンの会で署名活動されていらっしゃるのを、よかったらお手伝いにぜひ行ってください。
で、うん、毎月が大変でしたら不定期でも構いませんので、うん、ぜひよかったらですね、あなたの空いてる時にお手つきの時でいいんで、よかったらそういう署名活動のお手伝いにぜひ行ってください。よろしくお願いいたします。はい、すいません、なんかまとまる、ごめんなさい、なんか切れてしまったり、とも子さんにたくさんご迷惑をおかけしました。すいません、やっと私も機会に慣れてきましたので、はい、はい、あ、よかったです。また9月からの、はい、この舞台、ぜひ頑張ってください。こちらでも応援させていただきますし、はい、皆さん、東京公演も、いらしてください。はい、ありがとうございました。はい、長くお話ししていただきました。横田早紀江さん役、石村智子さんでした。ありがとうございました。皆さん拍手で。はい、ありがとうございました。智子さん、終わるのはライブのところを押していただければ終わります。ライブ？はい。うん、コラボじゃない。ありがとうございました。ありがとうございました。ライブのとこです。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。大丈夫ですか？わかりますか？わかります？オレンジの。左下の方ですね。わかりにくいですか？あ、終わりましたね。はい、石村智子さんでした。ありがとうございました。はい、また智子さん、後ほど、はい、またすいません、もう一度お礼をお伝えしたいと思います。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。すいません、今日2回切れてしまいました。申し訳ないです。私が画像を変えようとしてですね、はい、すいません、不手際からですね。で、あんまり書いたらダメなんですかね。気をつけないとダメですね。すいません。ちょっと、告知の方を、はい、させていただきます。来週の、ちょっと入らないかな。すいません、ちょっと切れますが。来週の土曜日ですね、8月19日。ですね、はい、大阪ビジネスパーク円形ホールで、ふるさとの風、潮風の共同公開収録が大阪であります。はい、あやきさんとかさやさんとか宇佐美由美子さんとかですね、司会に調査会の村尾専務理事も来られます。大阪近辺の方ぜひ、夜の6時半から8時ですね、会場は6時からになっております。ぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい。なんかもう、来週の告知、もう書かれてる方いらっしゃいますね。はい。来週、再登板してくださいます。はい。坂東先生、ありがたいです。ツイキャスまた出てくださいっていうふうに、お願いしたらいいですよってことで、心よく再登板していただけることになりました。エログロとかのお話しましょうかとか、今度、ご著書がまた新たに出ますが、難民についてのご著書が出ますので、それに先駆けてちょっとそれに触れたお話とかですね、はい、もうでもね、フェイスブックで、あ、エログロって何ですか？エログロ、テロ、ゲロっていう風に、なんか、バンド先生は、ご自身のブログとか、バンド学校の中身のお話をですね、されるんですけど、あ、関栄さんのモノマネしてほしいですか？はい、やっていただきましょうね。はい。でもなんかね、やっぱり、関栄先生に、ツイキャスのゲストで出ていただいたときに、やっぱり違いましたよ、やっぱり。ご本人とは違いましたね。はい。坂東先生、来週出てくださいます。20日22時からですね。はい。夏ですので、ちょっと階段に近いようなお話もしましょうかということで、多分すごく楽しい、お話してくださると思います。はい、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。たくさんの方ご参加ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。来週ね、坂東先生、久々の再登板ですので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の放送終了します。
はい、お疲れ様でした。皆さんありがとうございました。おやすみなさい。え、あの画像いや入れてません、すみません。お疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみなさい。